地獄のパラダイスへようこそ。本物の総督殿だ。直接お目にかかれるなんて感激だな。ママ、総督いっぱい。おおお。ガス注射ここだ、ここだ。 アレキサンダー総督、イブローニョ陸軍中佐ガーツ、ただいま到着いたしました。何がガーツ中佐か。いや、この度は実によくやってくれた。諸君、本日のパーティーの主役ガーツ中佐が到着した。よって自軍の指揮を執り行う。 汝の功績を称え、ここに名誉勲章を授与する。おめでとう。光栄であります。よくかな、よくかな。皆の者、中佐のように勇敢な兵士が私に忠義を尽くしてくれておる限り、我がイブローニは永遠に安泰である。 総督万歳。くい、何が安泰だ。棺桶に片足突っ込んだ色地爺が。全くです。しかしまずいな。国民的英雄を利用するとは総督選出を目前に非常に効果的なパフォーマンスだ。そのことですが、サドラー元帥、実は面白いんじゃ。 おい、あそこにおるのは私からの褒美だ。上に気にせんよう部屋も用意してある。戦地じゃ何かと不自由であろう。簡単に部下トンネルわけにもいかんだろうし。どうだ、誰でも何人でもよりどりみどりだぞ。よかったな、中佐。早速ドレスにでも着替えてお楽しみといくがいい。 私は軍人であります。公式の場では軍服以外の服を着用するつもりはありません。失礼いたします。兵隊さん、シャンパンでもいかが？いや、今は警護中なんで。すまないね。あなた兵隊さんのくせに飲まないの？いや、今は飲まないと言っただけだ。 お酒よりあれがいいのね。あれ？そう、あれ。行きましょう。部屋は上よ。秘密の話をいっぱい聞かせてあげるからさ。ちょっと待ってくれ。俺はここで中佐の戻りを待たないと。嘘でしょ。ちょっとみんな、この人お酒もあれもいらないんだってさ。信じらんない。 いい加減にして。私には男を喋らせる趣味はないと何度言ったら。ガーツ中佐、私だ、ボイドだ。失礼いたしました。先ほどからふざけた男どもがしつこく訪ねてくるもので。何、いいんだ。実は君に折り入って話があってな。何でしょうか。2週間前の早朝、 君が受け取った司令書の件だ。司令書など受け取った覚えはありません。隠しても無駄だぞ。あの朝確かに受け取ったはずだ。前線から直ちに撤退せよとの総督のサイン入り極秘司令をな。
お前は指令を無視してアルコリコの奴らに奇襲をかけた。本来なら極刑をも免れぬ重大な軍規違反だ。報告を受けたサドラ元帥殿もこの件を徹底的に追及するとおっしゃっておったぞ。だが長津君、君が元帥殿に力を貸すというなら話は別だ。君の判断は正しかった。あの時点で撤退していたら君の部隊は今頃使い物にならなくなっていただろう。苦労して肉体的精神的に鍛え上げた兵士たちがたった一度の命令撤回でクズと化す、そんなこともわからんのだ。あの総督とのんべえの腰巾着野郎は。どうだ、君が軍法会議で証言しさえすればあの二人を永久に葬り去ることができるんだぞ。おい、注射は本当に大丈夫なんだろうな。のこのこ勲章を受け取りに来たんですから大丈夫でしょう。いや、彼女だってそうバカじゃありませんよ。いや、こんなもの奴らにとってはクズに過ぎん。捨て石になりたくなければ。お戻りください大佐。これ以上お話しすることはありません。これは命令だ。私の命令に逆らうと死ぬことになるぞ。お前だけではない、お前の部隊も丸ごと葬ってやる。遅いんでね、迎えに来た。ありがとう、助かったわ。奇妙な仕事だが、仕事は仕事だ。そうね。あんたの言う通りだ。え？敵はどこにでもいる。惜しいわね。あなた、優秀な兵士になれるわ。俺は優秀な兵士だ。あんたたちとは違う。